皆さんこんにちは、昨夜です。さあ今回ですね、ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジンとね、体験版が来たということで、本当はね、昨日の朝6時からだったんだけど、まあ起動できないということでね、今日パッチが配信されて、遊べるようになりました。いや遅かったですね、なかなか。で今回このゲームなんですけども、まあスクエアエニックスのから発売なんだけど、じゃあ開発が、光栄テクモのチーム忍者っていうことで、まあ動画見た感じはね、どう見ても仁王の雰囲気を漂わせながらもファイナルファンタジーみたいなね、ざっくりとそんな感じでね、ちょっと遊んでいきたいと思います。まあ、システムに関しては多分ね、ボリュームを、少しゲームのね、BGM かな、下げてあげれば、まあちょうどよくなるんじゃないかなということで聞ける感じになると思います。さてで、まあ言語は英語とかも多分あるのかな、イングリッシュ日本語な感じで、まあそんな感じでやっていきましょう。明るさとかはちょっと明るめにしてあります。じゃあ早速ニューゲームいくんですけど、初見なんでね、下手くそでも申し訳ない、まあ、とりあえずねノーマルでいきましょう。この画面ロード中だと思うんだけど、プレステ5の割には長いんじゃないかなと、ちょっとね、思う。カオスよ。待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。まあ両サイドの2人はともかく、もう完全これ津田健じゃないですか。これ津田健、海馬社長だよ、海馬社長。ああここでも操作あんのね、なるほど。敵だ。やるぞ、ついてこい。ちょっとな、やっぱね、 R1 が攻撃っていうのがちょっと慣れないね。体験ブンブン丸だけどね。この調子なら問題ないね。まだ先はあるんだ、頼むぞ。いやー、いいね、いいね、この声。ほら、体験はバランスのいい、残属性の武器です。武器他にもあるってことか。で長押しため攻撃ができると、ため中に L1 を押すと、あ、強化ガードで、ガードからなんかいけんのかな。スティックを押すと、よくわからんが、まあ、なんかあるらしい。スピニングラッシュ。もうさっきもね、あ、見たんだよ、これ。まあ、とりあえず、この。はい。ここ、ためガードね。なるほどね。ちょっと待って待って。ほら、あ、結構ダメージあるよ。ただ MP のこれ、あ、フーだね、回復した。ジョブレベルアップ。待って、これなんかツリー、敵を倒してレベルアップすると、ポイントをゲットできます。で入手した、ジョブポイントを消費してアビリティやスキルを取得できます。3つの種類がある、コンボ、コマンド、パッシブ。あ、パッシブいいな、パッシブ。とりあえず取っとけばいいみたいな感じでしょ。大丈夫か。俺はまだやれるけどな。あー、いいね、いいね、この声。とりあえずこれ解放しとけみたいな感じだよね。あー、なんかもうこれ完全に匂うでしょ、ここ。ほら、こういうところ。さすがね、チーム忍者っすよ。でん。で、バトルセッティングでセットできます。
取得したアビリティの上でバツを押すとセッティング、まあ、セットできるか。コンボアビリティをセットすると、まあ、とりあえずこの辺はね、サクッといきます。なんとなくでいくよ。待ってね。ここは十字キーなんだ。特にありません。まあ、今のところはないのかな。アサルトチェイス。ああ、そういうこと。ここで、いけるわけね。R1、R2 ってやるといいのか。了解。まあいいや。やつなんかやっていこう。あ、ちょっと待って、これやっちゃダメじゃん。で、俺どっから来たっけ？で、R3。これ、いやいや、これ登れないところ、2王と一緒か。いや、ちょっと水で。結構敵ひるむんだな。落ちるぞお前。ジャック、下に魔物がいる。あ、おい、始末してくれ。結構避けるのはまあできるけど、パリーがちょっと覚えきれないな。よし、レベルアップ。落ちちゃったんだけど、いいの、ここいいのかな、多分合ってんのかな。闇が吹き出す穴だ。出てきたか。よく戦おう。闇と一緒に魔物が。まあポーション分かってる分かってる。まさに闇の噴出口だな。ちょっと、いった、回復しろって言わんばかりの回復。あ、いって、早く。ちょ、待って、失礼。仲間がさ、結構頑張ってくれてはいるんだけど。なんだと。待て待て待て、これはちょっとまずいぞ。どうした。あ、死んだ、ジャック死んだ。これが死にゲーってやつっすよ。で、戦闘不能になると、最後に触れたキューブから再開します。まあ、社みたいなもんかな。まあ、でも、その、失った経験値をまた、なんか取り戻すみたいな。さすがにそれはないか。さあ、1対1で。まあ、味方に任して、四角ボタンだっけ、なんだっけ。あの投石って何で言ってんだっけ。いやいや、これ強えんだけど、これ意外と。あ、これ壊さなきゃダメなんじゃねえの。さあ、これ。あ、しまった。回復。ほっ。さあ、壊せんぞ。壊せるけど、まあ、特に何も出てこんね。アサルトチェイス。いや、これ無限湧きとかじゃないよな。あ、くそ。回復。
結構さ強いな、意外と強いな。まあ難易度選択あるだけまだいいよね、まあ、そこがちょっと。あ、いて、なんで石食らうだけこんなダメージ食らうの、おかしいやろ。よっしゃ、グレートソードで、こいつをぶっ壊せばいいんだべきっと。ほら、よし、さすがだなジャック、これで新しい道が開けた。で、闇の噴出口とは、まあ召喚された敵を倒すことで、うん、とりあえずこいつ倒しておかないと無限湧きなのかな、やっぱりね。どうなんだろうね。さあセーブポイント来たよ。セーブポイントっていうか、まあ、中間ポイント的なやつね。で、これミッション制なのか。まずはあんま仁王っぽいね。で、バトルセッティングかな。で、ここでさっき手に入れた武器とかを装備していこうって感じかな。レベルが4になるの。なるほど。まあ、これはまあ、雰囲気は違うけど、まあ、まんま似ようって感じよね。で、装備も多分見た目変わんじゃない？これで。ほら。ほら、ラーメン屋じゃなくなったぞ、おい。いいね。ただ、なんかな。ジョブ、アフィニティってなんだろうね。まあ、いや、ほら、ライトブリンガーとか以外もあるじゃん。で、あ、魔法攻撃のガード。これはちょっと食らっちゃうってことか。なるほどね。ボムじゃん、ボム。発見。叩き潰すぞ。ほら、来いよ。ファイヤー。ほら。なるほど。炎を食うと膨らむのか。いや、お前分かっててやんなよ、お前。これ無視してもいいのかな。どうなんだろうね。ファイヤーブレス、ファイヤーホップ、俺ファイヤーゲット。ちょっとなんか巻き込まれないように気をつけろ。相手、ほら気をつけろって。バカじゃねえのお前、言ったそばから。暗闇の革靴、これ装備しよっか。まあね、奥にボムいるじゃん。しかもさ、ここさ、まあ、この画面を出せばいいけど、あ、このエクスクラメーションマーク出るのもなんか2号っぽいね。まあ、とりあえず、ゲットした装備は、つけとけ。そんな感じで。じゃあ、待て。ファイヤー、ファイヤー、あ、ちょ、お前、やめよ、お前。避けやがってこいつ、まさかの。いって終わりだ。よっしゃ、じゃあ、よし、ファイヤーブレイズ。ちょっと待って、ちょっと、まだ奥にもいた。ちょっと待って、アシュ、必ず助ける。あれ、味方死んだ。ちょっと待って、これボムいっぱいすぎた。おい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 、ちょっと味方よ。ちょっと、まあ、おかしいおかしいおかしい。炎に近づくな、体力を無駄に消耗する。別の道探す。え、別の道探せとある。ちょっと待って、味方一人死んでんだけど。別の道なんてないでしょ。だって早く自爆しろや、こらボム。でもまあ、はい、ててて、
しまったしまった、あ死ぬ死ぬ、あれ味方どこ行った、いたいたいた、セド俺が何とかする、なんでお前速攻死んでんだよ、俺も回復してんだよ、行くぞ、なんかねこっちの方が安全だ、そうこっちが安全だ、あ急に柱がなんか潜んでた、アウチ、なんか石とかさこれ水れんだよな、ちょっと、いやこういうキャラね四角にしてほしかったな、三角とかそこはちょっと匂いを引き継いでほしかったな、でもさ FF 好きな人ってさこういうアクションを求めてるの違うと思うんだけどな、まあでもちょっとさゴブリン多すぎない、ちょっと待って、あははは、あ敵多すぎるよこれ、絶対多すぎる、ほらちょっと、あーらそう、とりあえず分かったこと、ね、あのファイヤーのところはあの取りすぎよ、あのスルーしましょうってことかな、あ別にここここ別にいいんでスルーしましょう、とりあえずそんだけだ、なんでゴブリンこっちに来た、とりあえずガードは丸って覚えた方がいい、ちょっと待って、なんかこのさあれなんつうのターゲットロックオンがなんかね、めっちゃずれる、よっしゃ、とりあえずこいつ倒しながら行こうぜ、なこの機はねお互いに被った時が一番めんどくさいな、これなんか闇のやつあんじゃん、ほらあちょっとほらちょい強ゴブリンじゃない、違うの、なんか味方のねあのあれはそのあんま強くないと思った方がいい、あえてほらまた噴出口が張り付いてる、いやゴリ押しでいいんじゃない意外と、よっしゃ新しい道ができた、さっと倒そう、ペイルグリーブ、ペイルグリーブ、とりあえずこれつけとくか、暗闇のこれね、どっちがいいのこれ、あ普通こっちの強いじゃん、見た目がねちょっとダッセーけどな、そこはしょうがない、でジョブツリーで新しいジョブいきます、アサルトチェイスね、で、あ、パッシブ、パッシブ、とりあえず、力、いいかな、とりあえずこれでいこう、どっちが正解？多分こっちも、あの、ファイヤーの道と、通れねえんかい。やるか、ほら知らしてやるさ、いいね、やれ終わる、
お、味方結構やってくれんじゃん。あと、はい、ボム出てくるのはちょっとナイスでしょ。やられたじゃねえよ。かっこいいね。なんだ、あ、これちょっと死にす。あぶねえ。味方がさ、ちょっと頼りなさすぎる。スピアパーン、まあ、とりあえず言えることは難易度が変えれるからまだいいけど、これポーションはどこで手に入んの。このオリジンっていうだけあって、多分初期の FF をこうアクションゲームにしました的な感じでいいんだよね。来た、中継ポイントか。回復。ジャック、開けてみよう。 OK。 ハーミットクラブ、バトルセット2が解放されました。三角で瞬時に切り替えられます。ブレイクゲージはバトルセットごとに独立しているため、なるほど、なるほどね。さてと、これでいく。黒魔法、あの炎邪魔だな。ウォーターとかあんの。じゃあ、あ、なるほど、新しいなんか武器装備系か。魔術師のジョブ固有アクション R2 長押しで黒魔法1を延焼できます。まあ、R2 押しっぱでいいのかな。で、選択中に離すと魔法を使うみたいな感じか。あ、ちょっと待って、ロックオンして、えやっ、ウォーターが、いけ、あー、なるほど。で、これで、これでいく、健康だ。なんかこのね、コントローラーさ、あの他のゲームやってるのもそうなんだけど、すぐこうやって上向いちゃうんだよね。なんか知んないけどコントローラーが悪いのかな。あ、サボってんだ、くんじゃないですか。だってサボテンダーならファイガーでしょ。灰になれ、灰になれ。灰になるがいい。あ、すかした、今だ。沈め、ほら、いいね。魔法効くやんけ。ドーン、しゃあ。これでいく。はい。チャンス。あうか。はい、ドーン。いいね、魔法いいね。でもさ、この回復しに行ったら多分敵復活するんだよね、きっとね。おそらくだけど。さあ、いろいろ装備を整ってきたところで、つけてみよう。ジョブ適正は、適正のついた武器や防具を装備すると、そのジョブは経験値ボーナスを得ることができます。なんかとりあえず難しそうだね、このゲーム。覚えるまで。
複数部位にまたがる装備、何？あ、パラメータ高いけどみたいな感じか。え、これどうなん？このマスク、これかラーメン屋じゃん、これラーメン屋。なんかね、このコントローラーおかしいな。スティックなのかな。ちょっと過剰だな。勝手に動いたりする。多分これが多分あのあれよ、勝手に画面を見ちゃう原因なんだろうね。で、これからキャスターコート、ペイルプロテクター、もう断然これでしょ。まあ見た目があれだけどね。で、ハーミットグラブ、まあこんなとこかな。コントローラー新しいの欲しくない？いや、これうざいな。チェインキャンセルとは、アクションアビリティで攻撃者ショックに三角を押すと、この装備変えれるってことね。どっかで使えってことなんだろうけど。健康だ。眺める。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ、気をつけよう。ほらもう紛失後あるもんだって。これで行く。いぞブリザーが。いいね。さてと、敵が出る前に倒す。アグニケンの？なんかいる？ウルフ？なんかおったけど、先にそこに行こうぜ。あ、やくそ。もうこいつ、こういうクソ仕様やん。大歓迎だな。叩き潰すぞ。違う。私はね、こいつを取りに行きたいんだ。上向かなくていいよ。ジャイントブーツ。でもこっからも行けんじゃね？どっか。結構こいつ棒立ちっぽいな。ちょっと待って、ウルフ多すぎない？あっ！終わりだ！数も多いけど、そんな強敵ってわけじゃなさそうだな。あ、ちょっと待って、そのノーモーションの突進やめて。さあ、一人誰か戦っていくから。なるほど、囲まれた時はライトブリンガーだ。ちょっと待って、いや、コントローラーの不具合ひでえな。つい、あ、ダメージめっちゃ食らった。あ、死ん、ジャック、ジャック、死んでしまった。変更だ。変更だ。行くぜ。ウォーターが沈め。あ、落ちた。魔物も炎が苦手か。草むらを燃やせば楽できるかもね。はーん、なるほど。あ、ボム、こんな使い方できたんだね。さて、終わりだ。
終わりじゃん。お疲れさ、お疲れちゃん。よっしゃ、あ、そこにいた。これいいね。さあ、MP 溜まったぞ。溜まったはいいけど、こっち燃やすだけでいいね。敵発見。やるぞ、ついてこい。あいって、なんかでけえのいる。ちょっと待って、ウルフリーダー一気に行くぜ。じゃあ、なんかいっぱい倒した。そんでそんで、まあ装備いっぱいあるけど、まあまあいいや。まあダッシュにスタミナつかないのはまだ優しいね。さあ、新しいジョブ解放。武器を変えるとジョブが変わると。待ってね。あ、これじゃない、違う、こうだ、違う、そう、ハルバード、ジョブチェンジ、ランスハーラーね。なるほど、ジョブレベル1。どうなのこれ、健康だ、これで魔法はいけんのね。槍割り位置の長い突属性の武器です。なるほどね。突きと、叩きつけ、待って、スティック、あ、上左ってか書いてたね。これスティックの方向性で攻撃変わるんか。ランスハーラーは投げの攻撃。待って、何を投げる。とりあえず投げろって言わんばかりの雰囲気っすよ。なんかこの横方向で上をしたりするとこう尽きるね。なるほどね。ここに繋がっていたんだな。左にはしごがあるよ。じゃあ右行くか。なんもねえじゃねえかよ。なんもねえのかい。はしご、ああショートカットね。あー、これ完全に用。あー、もうこれ、アンジンさん、アンジンさん、これ完全に。ショートカットってことは、あの、ここに登っていくんだな。でしょ。で、なんか扉があるからここに行けと、そういうことじゃない。お出迎えだな。サクッと倒そう。そう、ウォーター行け。ちょ、ため中に邪魔しないで。
これでいく。ポーション来た、ポーション。これでいく。ちょ、ランス行ってみっか。じゃん、待って、大きくなるやってる。ストラスイー、あ、いいね、いいね、これいいよ。待って、このハーミットクラブ、待って、つけよう。レベル5、あ、9ってのがあんね。で、この下のオプションがやっぱあんだね、回復量とか。ここはまあ、それは似ようまんまだな。まあ、似ようと比べてばっかやけどね。うっとうしいな。何それ、ガードできひんの。回復、待って、ここ超出んだけど。あーっと、待って、死ぬ死ぬ。なんで、待って、これ待って、めっちゃやりづれ。これ槍じゃないでしょ、ここ。ここはや、これね、槍じゃねえと思う。じゃあここで回復しとこう。あいつ超うぜえから、マジで。出てきたか、ジャック。戦おう。いやいや、戦おうっていうか、なんで俺ばっか怒ってくんの、おかしいだろお前、ふざけんな。よしよし、この雑魚敵は無視できるってね、決まってるんよ。わざわざね、こう負け試合に挑む必要はない。行くぞ。あ、こっちなんか戻りそうだな。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。そう、そんなスチールバットなんかにね、戦って集中力を切らしちゃダメよ。あれ、もしかしてここ行くのかな。合ってる。よし、さあ、装備シリーズね。装備によって高くなりやすいパラメーターや付きやすいジョブ適性が決まっています。シェイドシリーズ、物理と、防御高くて体験が良しと。暗闘シリーズ、槍がいい、キャスター魔法で、ペイルがバランス型ね。どうなの、ジョブってどんくらいなんだろう。とりあえず行くぜ。とりあえずさ、あの噴出口がいっぱいあんねんね。沈めほら、しょら、ドン。あー、ちょ、それない、なし。これでいく。おい、この S11 長いのは気になるけど。キリがないんでね。助けを呼びつけ。ひらめきたぞ。穴を壊してしまおう。噴出口はあと2つ。これでいく。連続突き、ほら、ドーン。いいね。
これ折れないの、ここで。しいよね。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。まあ、倒れた瞬間に折れそうなもんだけどね。ポーションの多分上限ってあんのかな。まあ、どう見ても戦略なんだかな、これ。落ちんのかな。まあ落ちるんだろうな。よっしゃ、中間ポイント。あ、間違えた。いやー、そういうことある。ちょっと装備変えよう。や、槍がね、なんかあんま好きじゃねえな。え、でも遠距離攻撃あるからな。なんで頭の装備外れてんだろう。キャスターフェイル、あったよね、ペイルシリーズとかキャスターコートとかさ。シェイドが槍だっけ、なんだっけ、まあ忘れちゃったや。で、今ついてるのはキャスターコートよね。違う、これだ。ん？ちょっと待ってよ。ジョブチェンジすると、もう装備も変わっちゃうのね。なるほど。どっちがいいか。これだよな、明らかに。で、ズボン。で、これだな。シェイドブーツ。まあ、見た目かっこ悪いけど、まあ、しょうがない。で、盾が装備できたりもあるんだね。OK。とりあえず、乱れ付きは分かった。で、ジョブツリー見てみよう。とりあえず、これ、サイクロン。で、ランスハーラーマスタリー。あ、これいいね。パッシブ。なんかいっぱいあるけど、多分いかんでしょう。いいぞー。なんかボスっぽい雰囲気出てこない、そろそろ。スケルトンガード不能。難易度セーフティーではガード可能です。なにー、やっちまったな。行って、マジで。もうこれ安全に行くためには、待って、お、何やってんのそこで、こいつ。なんでハマってんのお前。あ、これターゲットできんのか。あ、ちょ、ランスハーラーもあんまできないのね。ジャック、まあ、いや、とりあえず死んじゃった、ごめんなさい。よし、こいつハマってたからな、こいつ。やるか、蹴散らしてやるさ。味方が弱いんで、ここはあえてこのスルーの方、あ、スルーの方向で、あっと、とうとう、これ開かないとか言わねえよな。何もいないが、気になる空間だな。ボスっぽくないこれ、いかにも。鍵？鍵がかかっているだと？あ、これ鍵じゃないこれ。この空間気になるけどね、この広い空間。宿命の大扉の鍵。大歓迎だな。蹴散らしてやるさ。そう、蹴散らされる前に私は行くのだ。
なんだあれ、ちょっと待って待って、なんかやべえのいるぞお前。あっとっと、ほら、弱点なの分かってんだけど、離れられたかな。俺はまだやれるけどな。これどっちだ、扉4つあんのか。待って、あれ何、あれグリフォン的なやつ。あ、お宝があんのか、なるほど。じゃあお宝だけいただくぜ。闇が濃いな、間違いない、この先にいる。何がいるんだ。あ、いいね、回復。何かがいる、行くぞ。カオス、私はカオスとなるもの。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお、いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う、私はカオスとなるものだ。多分これ倒す。あっと、お前いきなりマステコでやってくる。ほらちょっと、もうボスじゃん、いきなり。危ないぞ。なんかね、 R1 がよし、ブレインスケット、ファイヤーブリンガー、気をつけろ。これまでとは違うぞ。痛い。どうしたの、ジャック。あ、もう体験の方がいいわ。てか多分ね、俺が苦手なのはこのコントローラーのこれボタン配置かな。ここでちょっとゲージ回復させて、距離を取ると。危ねえ、あれ受けるやつだな。こっからパターンよくわからん。
こいつの攻撃どっかで見たことない？ジャックと似てないか？かもな。だが俺の方が上だ。おい、アシュ、必ず助ける。あー、ちょ、お前それな。もうこれ以上は限界だ。ボスは次回。